丈夫。ヨウジさん、まどかちゃんにお別れを言ったの？どうして？勝手なんだね、男の人って。私、まどかちゃんと約束したんだ。もしも私がヨウジさんと付き合うことになったら、いっぱいわがまま言ってヨウジさんをたくさん困らせてあげようって。まどかちゃんも分かってたんだよ。本当はね、ずっと前からヨウジさんの心が少しずつ離れていってるのに気づいていたんだよ。
まどかちゃん、それでも幼児さんのこと嫌いになれないんだって。どんなに情けなくても、どんなに浮気者でも、幼児さんが好きなんだって。私も好きなんだ、幼児さんのことが大好きなんだ。私はね、あんまり長く生きられないから、まどかちゃんが譲ってくれたんだと思ってる。幼児さんが気にしてくれたんだと思ってる。いいから、私もね、そんなことは違うと思う。もしそうだったとしても、私は気づかないふりをしていなくちゃいけない。幼児さんの前ではいつも幸せでいなくちゃいけない。私を見ている間、幼児さんを幸せにしてあげなくちゃいけない。私の恋はもう私だけのものじゃない。そう、だから幼児さんを幸せにしたい。悲しい顔しないで、私の前で悲しい顔はしないで。絶対だよ、絶対。泣いたりしないで。まどかちゃんはずっと泣いていたんだ。その思いを忘れないで。幼児さんに幸せになってもらいたいんだよ。あんたね、何やってるのよ！こんなところにいたの？いやーじゃないわよ！仕事すっぽかすなんて何考えてるの？バカ！理由は？
アホか。呆れて言葉を忘れたわ。正気なの？ひどく濡れてるわね。車に乗ってうちに行きましょう。話はそれからでもいいでしょう。ね。疲れてるのよ、幼児は。早く帰りましょう。着替えて飲みに行きましょう。約束したでしょ、飲みに行くって。そこで説教してあげるわ。逃げたらクビにするから。早く乗って、私までずぶ濡れよ。何が？とにかく乗ってから話しましょうよ。別に忘れてたわけじゃないの。今日はあんたのせいで忙しくて、それどころじゃなかったの。そっちに車回すわ。
待ってよし、私も何か買うから。お金も私が。よし、よし、よし、何してるの？赤、赤よ、危ない。待って、お願い、触らないで、早く救急車を。早く、早く。何をしているの、早く。大丈夫、動かないでね、今すぐ救急車が来るから。何よ、こんな時に名前を呼ばないでちょうだい。嫌いなの、嫌いなのよ、そういうのは嫌なの。車に跳ねられて泣くねなんて、足がいいにも程があるわ。
大丈夫でしょ？どこも痛くないでしょ？大丈夫だからね。あなたは死なない。あなたにはまだたくさんやることがあるの。ともやくんが一人前になるまで見届けること、ミサが幸せになるまで守ること、もっとたくさんの人たちにあなたの天気予報を聞かせること。私とは違う。あなたには翼がある。私にはない翼を持っている。あなたはもっと生きるべきなの。あなたは必要とされているの。私とは違うのよ。死んだりしたらみんなどれほど悲しむと思ってるの。何がよ。
ってよ。ミサは、ミサは、あなただって、あなたにだって。用心が必要なの。ミサには用心がまだ必要なのよ。だから名前は呼ばないで。別れ話みたいに聞こえるから嫌なのよ。分かってるんだけど、渋谷君に謝らなきゃ。
違うよ、もう。はい、アクラギです。はい、警察。おじさんは、おじさんはどうなったんですか？どうなったんですか？おじさんが車にはねられたって、なんか死んじゃったとか言ってる。やめて、仏様の前で。まどかさんも。大変だったわね、二人とも。まどかさんがいなかったら、私たちどうしていいかわからなかったですから。
私も初めてよ、知り合いのお葬式なんて。何？それを言うなら、私はそもそも血もつながっていない。私はいいですから、トモヤと。何言ってるの？二人とも私が面倒を見るから心配しないで。私は元の家に戻ればいいんですから。だってもうおじさんもいない。私が決めたことだったんだから。ミサちゃん、残念だけど。はい。ミサちゃんに帰る家はないの、ここ以外に。前の家はもうミサちゃんが帰るところじゃないの。白石さんにはもう十分にお金を払って納得してもらったから。まどかさん、随分とひどいことになってたみたいで、もうなんて謝ったらいいかわからない。全部私の責任なの。私が子供だった。ねえ、何か。あなたを産んだのは私なの。どうよ。まだ学生の頃、私はあなたを身ごもった。その当時付き合ってた同級生の男との間にできた子供。私は育てることができなかったから、親の手によって引き離された。私は親に隠されるように北海道に連れてこられて、今ここにいる。嘘ですよね。本当はこんなことを言うつもりはなかったの。こんな無責任な女を母親なんて呼ぶ道理も義理もないでしょ。ミサって名付けたのは私。許されたことはそれだけだった。だからあなたにミサって名前を付けた。親友の名前を一文字もらって。あなたのお母さんの名前。そんな。
なたは間違いなく私が産んだ子供なの。それは紛れもない。どっちでもいい。止めてみんなを。ごめんなさい、そんな
今私なんだか気が動転して。本当にごめんなさい。謝らなくていいの、当然よ。誰だって怒るわよ。親の身勝手で人生狂わされたら誰だって怒るの。私も同じことをしたんだから。ごめんなさい。幼児の遺言なの。あなたと智也くんの面倒を見る、それが幼児の。え？智也。何か。前から考えていたって。知ってた。違う。私は知らなかった。そんなの知ってたら私が止めてるわよ。あんまりふざけたことを言わないで。幼児が計画を立てていた。ああ、そうかもしれないわよ。ミオが死んだ時からあの人は連絡をくれるようになった。ミサのことも連絡係みたいに私に報告してきた。智也くん、あなたのこともね。北海道に呼んだのは私よ。へえ、欠員が出たなんて真っ赤な嘘。
本当はミサに会いたかったから。でも私置いていかれそうになって。幼児の誤算だったの。それが最大の。私が誤算。幼児と結婚するなんて言い出すわけがないと思ってた。あなたは智也君と結ばれてここに来るはずだった。ダメなら養子として連れてこようとしていたの。まさか王子と結婚するなんて。聞いた瞬間気を失うかと思ったわ。さあね。食材じゃないの。私は知らないわ。そんなこと考えたくもない。食材？智也君に対するものか、美沙ちゃんに対するものか、私に対するものか、全く別のものか。どれにしても私には腹の立つことでしかないわ。取り返しのつかないことをしちゃったんだね。本当の意味で。別に気にしなくてもいいわよ。あなたたちが仲良くやっていけるなら、幼児もきっと。そういうことじゃないでしょ。あなたがミサちゃんに好意を持ってるのは、私にだってわかるわよ。